皆さんこんにちは、ディオプロスタッフの堀田光也でございます。今回はですね、ヒラメ捕食用ビーチウォーカーシリーズのラインナップとそのね使い方をご紹介いたします。ハウルのね窃盗方法を説明します。まずね、ハウルヘッド、そしてねハウルね、これね上下確認してくださいね、確認した上でまずこのね穴の中にこのプレートを通していきます。はい、今ね差し込んだんですけども、こっから先ちょっとグーって押し込んでくださいね。そしたらちょっと形整えて、セットは完了です。あとねこのねトリプルフックをスプリットリングプライヤーで取り付けます。はい、この状態ですね。まずねこの状態になりましたらですね、前のフックこれをですねこのね、お腹の部分にかけます。はい、前のフックこんな感じですね。そしたら今度ね後ろのフック半固定にします。まずですねこうしてひっくり返します。でひっくり返してからこのねチューブを押し下げます、ね、押し下げてどのような状態になるかというと、プレートとリングとこのアイがですね3つかぶさるようにして半固定にしてください。この状態でフックがね暴れることがありませんので、そのまま使用していただけます。ハウルのねこのねシャッドとフィッシュの使い分けですね。まずねこれ5インチ、これはね、サイズが大きいんで引き抵抗が大きいですよね。ということはですね大きく水を攪拌してくれますのでアピール力が強いです。ですから、魚をですねヒラメをサーチするとき、あるいはですねゆっくりこうね引っ張って魚にねこのハウルの動きをねしっかり見せたいとき、そんなときにねこれ使ってみてください。そしてね次4インチ、まあ5インチよりもですね、シルエットが小さいです。ですからね、これね空気抵抗がね少なくてよく飛びます。その上ですね、まあ水の中でも抵抗が少ないのでね落ちが早いです。ですからこうまあちょっとね流れが速いところ、あるいはですね風が強い時はこのね、4インチ活躍します。次ねハウルのフィッシュですね。フィッシュはこのテール見て分かる通りですね非常にこれ優しくてね、おとなしい動きをします。ハウルのねシャットが大きく動くに対してフィッシュはですねこれね優しい動きしますんで、アピール力ですね買いたい時、大きなねアピールで、反応がない時はですねぜひぜひこのねフィッシュ、使ってみてください。特にですね人が多いようなポイント効果を発揮します。ただ巻きですね、そこにすらない程度の速さで巻いてください。遅い、巻きスピードからスタートして、そこに当たる感覚がなくなるぐらいのリトリーブスピードで巻いてみてください。じゃあ次ちょっとね、ストップアンドゴーやってみます。ハンドルを 1,2,3,4,5 回巻きます。で止めて着底を待ちます。そして着底したらまた 1,2,3,4,5 はい止めて着底を待ちます。はい、これね巻き回数は5回じゃなくてもいいです。3回でも2回でも6回でも7回でも結構です。ご自分のねリズムに合わせて、巻き回数をまあ設定してください。次ねジャーク&フーやってます。キャストして着底待って一度回収して竿を倒した状態から振り上げてカーブホールして着底でラインを回収します。これがワンセットね。そして振り上げます、カーブホールして着底、糸回収しますね。これをねずっと足元まで繰り返すのがジャーク&ホールですね。まあ、フリッパーあるいはハウルフィッシュなんかね割と効果的なんですけども、着底からね糸だけ取って軽くね上方向にね
チョーン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 ってね、スイッチね、連続させてみてもよろしいかと思います。今はですね、紹介してきましたビーチウォーカーシリーズをね使って、ぜひですね皆さんもサーフの釣り楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。